ドラゴンズドグマ2発売2日目で PC 版の同接がなんと22万人を突破いたしました。ここから果たして増えるのか減るのかは分かりませんが、ピークで22万人か。で、現在ですね、バグも発生しておりますが、近日中に公式枠修正パッチを配信すると、そのような報告がなされました。こちらのバグにつきましては別の動画で語っておりますので、そちらの動画を見ていただければと思います。いやーけど22万人か、結構多いよね。なんかパルワールドと比較すると、あーそんなもんなんだって思う方いるかもしれませんが、正直ねパルワールドが異常すぎるわ。っていうかパルワールド今となっては全然話題に上がっていないけど、まだパルワールドやっているぜっていう方はどれぐらいいますか。ただまあパルワールドも成功したっちゃ成功したけど、ただやっぱりねブームが過ぎ去るのが早かったなと思いました。で、今回は満を持して3月22日にカプコンから新作アクション RPG オープンワールドのドラゴンズドグマ2、こちらが発売となりました。22万人なので、まああくまで推定の売上本数になってきますが、これに加えてプレステ5のパッケージ版、さらにダウンロード版、Xbox 加えたら、100万は超えてるんじゃないかな。まあ同説が22万っていうことは、かける2すると44万だからね。まあこれ、発売者翌日が22万人だから、まあ現在進行形でやっている方が多かったと思いますので、まあそういったところを踏まえると30万、40万ぐらい全世界で売れてたって感じなのかな。ちなみに、レビューの数が3万件超えておりました。そう。発売して2日目には3万件超えていたので、まあここからですね、右肩上がりにどんどん増えていくと思いますが、3万件あるからやっぱり Steam だけでも50万ぐらい売れてそうな感じがしますよね。まあもしかするともうちょい売れてるのかな。まあそんなところで、売り上げに関しては、至って好調そうな感じがしますよね。いやーけどこれはすごいわ。18万、22万か。まあ正直このゲームに関しては、オンゲーではなくてオフゲーだから、まあクリアしたら終わりみたいな人が結構出てくると思いますので、で、例えば他に気になるゲームがあれば、そっちに行こうかなということで、一瞬で乗り換える方もいるかと思いますので、まあそういったところを踏まえると、まあ多分ここの数字がピークで、で、そこからまあだんだんと右肩下がりに下がってくるんじゃないかなと思いました。まあ特にホグワーツレガシーとかもそうですよね。確か発売してから1ヶ月経つ頃には、同説が92、3% ぐらい減ってたんじゃなかったっけ？確か減ってましたよね。確かそういった統計の結果が出ていた記憶がございまして、まあドラゴンズドグマ2とかもね、1ヶ月後には同説が1万、2万、まあ1万はさすがにないが2万人ぐらいになるのかな。まあそれぐらいでだんだん落ち着いてくるんじゃないかなと思いました。まあそんな感じでございます。続いて数字を見ての通り、本作は多くのユーザーにプレイされているといったことが伺えますが、一方で Steam レビューによると、こちらの Yahoo ニュースが掲載された時点では約3万人からの評価が集まっていたと。で、51% が不評会、賛否両論のステータスを獲得している状態で、これですね、先ほど確認すると58% ぐらい、57% ぐらいが、低評価、不評になっていたので、まあ、高評価は4割弱ぐらい、まあ、4割強か、4割強ぐらいですね。まあおそらく4割を切ってくるのも時間の問題かなとは思っているんですが、まあそういった状況になっております。で、その多くの原因が、本作が最初からゲームを始めることのできない仕様であること。これよくわかんないよな。なんかテストプレイの時に気づくことじゃないの？ちょっと本当にこれに関しては疑問なんだけど、なんか致命的というか根本的な問題というか、なんか普通に多分テストプレイしたら誰しもが気づくような内容な感じがするからさ、何なんだろうねこれは、ちょっと疑問に思いました。で、まあそういったところで見切り発車で発売されたことになっているわけで、で、さらにそれに加えて有料課金、まあこれはまさにねソシャゲじゃないかっていうことがね突っ込まれていたりとかして、まあやっぱり有料ダウンロードコンテンツ、特にアイテム課金のところはユーザーから落胆の声が上がっております。しかもですね、有料販売アイテム
そのゲームのアイテムを現金で買う、リアルマネーで買うっていうこのスタンス、スキームが正直不満であると言っているユーザーが多いということですね。で、基本的にこの販売アイテムの多さといったところもですね、不評な意見が出ておりまして、で、それに加えてパソコン版、Steam 版での挙動であったりとか、まあ、致命的なバグなどがいくつかございまして、まあ、あとは進行不能バグとかもあって、まあ、そういったところがユーザーの不満としてフラストレーションとして溜まっていて、結果としてこういった賛否両論につながってしまったと、まあ、そういった状況でございますよ。まあ、正直 Steam 版、PC 版の22万人の同説っていうのは本当にすごくてね、まあ、ここ最近のゲームだと本当にパルワールド除くと今年1位じゃないかな。パルワールド除いたらね、パルワールドがねちょっと異常すぎるっていうのもあるんだけど、まああれはねちょっと別枠かな。うん、まあ、そういったところを除くと新規のゲームの中だと多分ナンバーワンの数字じゃないかなと思いました。まあ FF7 リバースも結局ね PS5 独占タイトルとなっておりますから、残念ながら PS5 でしか遊ぶことができないから Steam で遊ぶことができないんですよね。ただ今の時代ってやっぱりこう見てみると Steam でやる方が多いのかなね。なんか一昔前だとなんだゲーム機で遊ぶみたいな、例えば PS5、 Nintendo Switch とかで遊ぶみたいなものが主流だなと思っていたんですが、気づいたらパソコンでやる方が世界的には増えてきているんだなというのがこの数字を見て思いましたね。うん、まあ、そんな感じでございます。そしてドラゴンズドグマ2公式 X アカウントはこれらの集まった意見に対してバグの修正を進めていくことを報告し、近日中にパッチを配信することを告知しました。またゲームのプレイ途中からでも最初から始められる機能の追加いやーけどこれはやっぱり必要だったでしょうね。まあ、詳細は決定次第続報が出される予定となっていると。はい。で、あと、ま、優勝ダウンロードコンテンツっていうところで、こちらですね、まとめてくださっておりますが、これらが該当いたします。しかもこれね、結構な値段するからね。しかもこれ、竜の鼓動割と重要だからさ、これがね、ちょっと課金で手に入るっていうのがいただけないよな。しかもゲーム内でゲットしようと思ったら相当大変だからさ、そう。まあそういった感じでございますよ。で、あとフレームレートが低下する現象、まあこれはね他のゲームとかでも結構見受けられる現象なんですが、特にドラゴンズドグマ2はかなりひどいといった評判になっていて、まあ多分 PS5 とかではあんまりね起こらないのかなと思っているんですが、 Steam では結構頻繁に起こります。ただこれはねおそらくではあるんだけど、厳密にはその人のパソコンの環境によるんじゃないかなと思っているんで、なんかカプコンはこれに関しては無罪ってわけではないんだけどさ、まあちょっとかわいそうだなとは思いました。まあフレームレート問題はね正直スペックによるから環境によるからね、なんとも言えないよな。はい。まあそんな感じですかね。まあこういった形でドラゴンズドグマ2発売2日間で PC 版の同説が22万人を突破してかなりの盛り上がりを見せております。ぜひ皆さん現在の進捗だったりとか、そして発売してから3日目なんで、ぜひ皆さんの感想とかそういったところもですね教えてください。まあボリューム的にはねあるっちゃあるんだけど、エンディングを純粋に見るまでやりたいっていうんであれば結構ですね数十時間やればエンディングまでいけてしまうゲームではあるので、まあ結構ですねエンディングまでいってる方多いんじゃないかな。まあ何しろ2周目やってるとかエンドコンテンツ遊んでるとか、まあそういった方も多いんじゃないかなと思いましたね。はい。まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。